インダクタンス、インダクタンスは、コイルなどにおいて、電流の変化が、誘導起電力となって現れる性質である。誘導係数、誘導子とも言う。インダクタンスを目的とするコイルを、インダクタと言い、それに使用する導線を巻線という。回路に電流が流れると周囲に、磁場が形成される。巻線に、電流 I が流れるときの巻線を貫く時速。 ファイである時の比例係数、L がインダクタンスである。インダクタに流れる電流 I が、時間変化すると、電磁誘導により磁場が発生し、さらにその磁場がインダクタに、起電力ボルトを誘導する。I の変化が起こったインダクタと起電力ボルトが、生じたインダクタが同一であるケースにおける、この現象のことを自己誘導と呼び、そうでないケースにおける、この現象のことを相互誘導と呼ぶ。 またこの際 i の変化率とボルト、とは適切な条件か近似的に比例することが知られており、この際の比例係数をインダクタンスという。ここで適切な条件とは以下を指す。自己誘導におけるインダクタンスは自己インダクタンスと呼んで通常記号を L で表し、相互誘導におけるインダクタンスは相互インダクタンスと呼んで通常記号を M で表す。 式で表せばそれぞれ国際単位系におけるインダクタンスの単位は H、ヘンリーで MLTI の次元を持つ。インダクタがソレノイドコイルである場合、自己インダクタンスは以下のように書き表せることが知られている。ここで μ はコイルの真の当時率、n はコイルの関数、フォーミュラ5はコイルの長さ、s はコイルの断面の面積である。 また、相互誘導において二つのインダクタが、いずれもソレノイドコイルであるとき、誘導する側のコイルを一次コイル、誘導される側のコイルを二次コイルと呼ぶことにすると、相互インダクタンスは以下のように書き表せることが知られている。ここで、U、n、フォーミューラ語、s の意味は、自己インダクタンスのときと同様であるが、添え字1、2がついているものは、それぞれ一次コイル、 二次コイルに関する値である。キロは結合係数と呼ばれる二つのコイルの結合度合いを表す値0、0. キロ1で一次コイルを出た時速ファイのうちキロ、ファイが二次コイルに入ることを指す。以上の式から明らかなように、当時率や結合係数に影響するコイルの長さと太さと芯の材質が一次コイル、二次コイルで同じ時は、 が成り立つ、上述した自己インダクタンスの式フォーミュラ9と、相互インダクタンスの式フォーミュラ10を、マクスウェル方程式から導く。まず、相互インダクタンスの式の証明の概略を述べる。前述のように、相互インダクタンスは次のような手順で生じる。この1、2の手順を数式でより正確に書くと、以下のようになる。これらの式は、後で証明する。なお式では、 前説で用いた記号を流用した。ここで、フォーミュラ14と置けば相互インダクタンスの式は、結合係数の定義式フォーミュラ13と、から明らかに従う。一方、自己インダクタンスの式は、上の議論で一時、コイルイコール二次コイルとすれば、やはり明らかに従う。ここで、自分自身との結合係数は一致であることを用いた。よって、あとは、を示すだけである。 以下の議論は、すべて一時コイルに関するものなので、記号を簡単にするため、等から一時コイルであることを表す。添え字1を略す。断面、高さフォーミュラ5の円柱フォーミュラ17に、回動線が巻きついた、インダクタ、それのイのコイルを考える。フォーミュラ18をの境界とすると、定義より以下が成り立つ。ここでとはそれぞれ、ストークスの定理とから従い、他のものは、 以下の理由により従うの両辺をに関して積分することでの左辺の積分内は時刻のみに依存する値なのでが成り立つ一方の右辺は以下のように変形できるここではインダクタの芯を構成する物質の当時率でありは時速の定義から従う一方は以下の理由により従うインダクタが十分長いという過程よりインダクタを構成する円柱の どの断面でも時速は、ほぼ等しくなる。は、から従う。以下の議論は、すべて二次コイルに関するものなので、記号を簡単にするため、等から二次コイルであることを表す。添え字にお略す。は、以下のようにして従う。ここでは、真空の等時率であり、は、それぞれ時速の定義、マクスウェル方程式フォーミュラ22、ストークスの定理から従う。 和フォーミュラ23がコイル一周分に生じる電位にほぼ等しいことと、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。